こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日私が乗ってきた板はこちら。はい、来シーズンモデルの FNTC の SOT になります。150センチですね。はい、来シーズンのグラフィックはこんな感じになっております。めちゃくちゃかっこいいです。はい、ちょっとこのね、ロゴに透かしの入ってる感じでガラスが割れた感じのねデザインがお気に入りになっています。はい、SOT、FNTC のフラッグシップモデル、一番反発の強いモデルになっています。私が乗るときは、一応グランドトリックの最上級モデルという形で超反発が強くってね、高回転とかやりたいよっていう方にねおすすめの板となっております。で、私が SOT をチョイスするときはどちらかといえばラントリであったりだとか、パークで遊んだりだとか、地形遊んだりだとかね、もう山全体を上から下まで遊び尽くしたいなと思っているときにチョイスするのがこの SOT になっています。なぜならですね、まずターン性能がすごく高いんですよ。グラトリモデルとはね思えないぐらいのカービング性能があります。さらに反発が強いので、キッカーだとかね、そういうところでもねしっかりとね対応して飛ぶことができるんですよね。なので8メートルとかぐらいのキッカーであれば全然余裕で、回すこともねできますので、やっぱパークも遊びたいようだったとかね、いう方にもおすすめの板になっています。そして地形です。はい、地形で、ね、壁飛んだりだとか地形飛んだりとかするときでもねしっかりとそのガッてねストンプできるような感じでね板が作られているので着地耐えてくれるよっていうのがね、いいですね。でグランドトリックやりやすいように軽くもなっているので、技をやるときの取り回しもいいので、キッカーで回したりとか地形で回したりとかするときもねすごくね役に立つ板になっています。という形で私はですねグラトリ専用の板っていうよりは SOT の場合はもうねオールラウンドボードね、何でもやりたいよ遊びたいよっていうときにチョイスする板になっています。はい、じゃあこの SOT のねちょっと板の特徴をお伝えしたいと思います。まず FNTC の中では一番軽いモデルになってます。CAT と同じコアなので、CAT と同じぐらいの重さに同じ重さになっています。なぜならですね、まずハニカムコアっていうね、蜂の巣状の空気の層がここにドカッと大きく入ってます。テールにも入ってます。はい、ノーズテールに入ってることによって、はい、スイングウェイトがすごく軽くなってるんですよね。なので手に持った時は軽いのはもちろんなんですが、実際飛んで回した時により軽くね感じる板に仕上がっています。そして、はい、反発、はい、ボンとね一番強いね反発を感じることができるんで、しっかり板をしならしたところから返ってくる反発がねめちゃくちゃ強いです。なのでグランドトリックとかもやるときでも高回転狙いとねバーンとね踏み切りたいよっていう方ね、高さ出したいよっていう方に、ね、おすすめの板になっています。でその反発が私の場合カービングからのトリック、ラントリするときにね超生きてくるんですよね。やっぱり反発強くないとカービングでガーってね強い外圧遠心力を受けたところからトリックをするっていうのは結構難しいんですよね。ぐにゃぐにゃのね柔らかい板だとどうしてもそこでノーズ負けてしまってね踏み切りづらかったりとかするんですけど、 SOT の場合はしっかりと反発が返ってくるので、ターンをしていったところからパーンとね技をね繰り出すのにはすごく向いてる板だなーっていう風に感じています。はい、そしてターン性能の高さ、これはですね実はこの太さにも影響しています。はい、ミッドワイドなんですよね。はい、細すぎず太すぎず、ちょっとねちょっとだけ太くしているような板になってます。まずそれでドラグしづらいのでしっかり板立てに行くことができるので、ターン性能高くなってますね。あとハニカムコアね、これノーズとテールだけじゃなくて実はねエッジ側にも入ってるんですよ。はい、ハニカムコアの特徴として振動を吸収したり反発を強くするっていうね効果もあるんですよね。ただ軽くなるだけではありません。なのでエッジ周りにねこう配置することによってエッジのグリップ力をね高めることができています。それによってターン性能がグーンとね上がってるんですよね。はい、なので結構私もカービングしっかり踏み込みたいなっていう時でも耐えてくれる板に仕上がっています。とはいえですね、 DCC ほど太くはないので、 DCC みたいに思いっきりカービング攻めたいなっていう時のぐらい踏んでしまうとドラッグしてしまうので、そこはね思いっきり自分がカービングしたいよって思ってる時は DCC をチョイスするようにしています。そんな使い分けをねして板をね乗り分けている感じになっています。はい、という形でね SOT、はい、FNCC を立ち上げた時に一番最初に私がね手掛けた板になっています。その時にお願いしたのがグランドトリックができるのはもちろんなんですが、カービング性能の高い板を作ってくださいという形でね、板の設計者の方にですねお願いして作ってもらったのがこの板になっています。そのおかげでですね、
ターン性能も高くて、トリック性能も高くて、乱取りしやすくて、なおかつパークでも遊べるっていうね、オールラウンドで遊べる板に仕上がっていますので、まあ1枚で何でもしたいなという方はね、ぜひこの SOT ねチョイスしてもらえたら、スノーボード思いっきり楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、という形で今回はこちら、はい、来シーズンモデルね SOT 紹介させていただきました。はい、 SOT はこちら一色となっています。 SOT もデザイナーさんね、変わりまして日本人のデザイナーさんになりましたので、ちょっとね今までのイメージはまたガラッとね変わったような感じになっておりますので、ぜひね、店頭でチェックしてもらいたいなと思います。すでにね早期予約の方始まっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、来シーズン SOT に、ね、一緒に乗って思いっきりスノーボード楽しんでいきましょう。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。デイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。 OK。